はい、こんばんは。ギバチャンネルケンジです。今回はミニランプのね、ハウトゥー、フロントサイドリップスライドをお伝えしようと思います。フロントサイド噛んだね、またいつもの通り噛みました。フロントサイドリップスライド分かりますかね。180して板をお腹をコーピングに引っ掛けるトリックなんですけど、それをそれプラススライドするとリップスライド、スライドしないのがディザスターで間違いないと思います今日はね、だからグラインドとかスライドシリーズなんで、今日はフロントサイド180の違う、フロントサイドリップスライドをお伝えします。じゃあまずね、ウォーミングアップさせてもらって、その後に、トリックを見てもらって、スタンス、やり方、そういった感じでいこうと思います。で最後にね、ペラペラっと喋らせてもらって終わろうかなと思います。まずね、技メイクしなきゃいけないんで、ウォーミングアップやろうと思います。はい、じゃあウォーミングアップします。ウォーミングアップですね。やっぱりこのトリックって大事なのが、フロントサイドオーリー180ですね。フロントサイドオーリーができるっていうのと、ディザスターちょろっと練習してアップでしてもいいと思うんですけど、あと、スイッチインターフェイキーとかそういうのをやっておけば、やりやすいんじゃないかなと思います。じゃあ早速ウォーミングアップ入ります。はい、あれが、バックサイドリップスライドでした。どうでしょう、やりたくなりましたか。トリックとしてはかっこいいんですけどね、自分もちょっとまだ、最近やっとじゃないな、最近怠けてたんですけど、大きいところで最近またやりだしたら、その着地じゃないな、降りるときにスタンスを戻す、ガムチョップとかでスタンスを戻すやつがあると思うんですけど、それがちょっと怖くてまだ余裕がないんで、しっかりと練習していかなきゃいけないんですけど、あんな感じですじゃあね、早速スタンスお伝えしようと思います。スタンスですね。スタンスは、いつもランプの時この辺って言ってるんですけど、オーリーとかと一緒のスタンスだったり、オーリーフロントサイドオーリーとかと同じスタンスで、少し中に入れるか、あんまり自分はこう入れてくると高く飛びすぎちゃったりするから、これぐらいのスタンスでやってます、今は。でスタンスが広い方がね、スタンスが広いと180して乗った時に、このスタンスで乗ったら降りに
るのが難しいんで、こういうところに乗るためにもこういうスタンスで行った方がやりやすいかと思います。はい、このトリックフロントサイドリップスライドのやり方なんですけど、やり方は、まあ、入りはいつもと同じで、まあ、できる限り、まあ、距離を滑らせるんであれば45度ぐらいの角度で登るようにするといいです。で、スタンスはさっき言ったスタンスなんですけど、激しくしっかり弾いたオーリーをしなくても、フロントサイドオーリーしなくても、まあ、軽く弾くのと後ろ足をスクープっていうんですけど、こうシャクルじゃないけど送ってあげると、まあ、コーピング超えてくるんで、あんまりフロントサイドオーリーとかしっかり弾けなきゃっていうのは考える、まあ、できたらいいんですけどね、考えなくてもいいのかなと思います。だから逆になんかあんまりオーリーできない子とかもやったりするんで、自分はまあオーリー、フロントサイドオーリーとかできてからこのトリックできだしたんで、できなきゃかなと思ったんですけど、あんまりできなくてもテール弾けてこうクイックな180ね、そういうのができるんであればできると思います。じゃあ、まあ、まず45度でこう登ってきます。で、まあ、スピードにもよるんですけど、この辺で弾き始める、コーピングに当たっちゃうんで、当たる前でこう浮かし出して、でここで180します。で、この時に、こういう係りだと降りるのがもう危ないんで、しっかりとお腹、板の真ん中でスライドするように心がけましょう。で、その時にあんまり上に乗りすぎちゃうと、このウィールがしっかり当たってブレーキかかってしまうんで、まあ、体をしっかりと R 側に残しながらも、少しでもこっちに体重が乗ってると、の、ノーズ側に体重が少しでも乗ってると、この後ろのウィールにかかる体重が減るんで、こうスライドはやりやすいです。で、ある程度滑って、まあ降りれる体勢の時にしっかりとノーズを踏む、ノーズを踏んで降りる。で、その時に余裕が出てきたら、今度ちょっと、まあ、ちっちゃいノーリーみたいな感じでスタンスを戻せるようにするといいです。これは別のね、動画でガムチョップの時とかもやってるんですけど、ミニミニの時はリップスライドの違うディザスターのやり方した時は多分それやってたんですけど、ちょっと今回ビビってしまいました。で、これもね、前回やったボードスライドと一緒で、滑ってる時にこう突っ立ってしまうと、降りる時も怖いし、まくられやすいんで、ちょっと腰を落としてバランスをしっかりとって降りるっていう風に心がけるといいと思います。汗が滝のように出てるね。この部屋ね、エアコンついてるんですけど、一人で練習する時とか使わないんで、で、夕日がねすごい当たる部屋なんで、朝涼しいんですよ。夕方仕事帰ってくるとサウナです。本当おっさんにはいい、本当にいい汗かけるんで、いいトレーニング部屋ですね。それはさておきと、やり方としては本当こんな感じです。しっかりとこうパーンって弾いて180する必要もなく、こうこっちの足が、前足は少しガイドしてあげる。バラバラだと離れてしまうと怖いんで、ここでこうこっちの足で送りながらも、前足は大きな動作はしなくてもいいんですけど、ひっつくように、板がひっつくようにこう少しコントロールしてあげていくといいと思います。前足が離れてしまうと結構、てかどっちの足でも離れたらやっぱり怖いんでね、スピードもあるし滑ってるんで、できる限りこう
両足でコントロールすることによって板から足が離れないように心がけてください。あとはもう中腰で R 側に体を少しでいいんで残してください。じゃあね、フロントリップのやり方はこんな感じです。本当はね、バックサイドとかもね、かっこつけて言いたいんですけどね、バックサイドリップあんまりできなくてほぼ乗っちゃうんで、乗っちゃっておおおよし降りようみたいな、そんなレベルなんで、ハウトゥーはまだまだ厳しいですね。じゃあリップスライドはこんな感じですね。最後にね、今回トリック撮影中ね、2回ほどね、黒玉カメラ破壊寸前になったんで、迫力のあるスケボーが飛んでくるシーンが見えると思うんで、ぜひ見てください。幸い当たってないです。1回目は当たったかなと思ったけど、まあ気が利くボードなんでギリギリのところで避けてくれました。よし、じゃあリップスライドのやり方はこれで分かってもらえたでしょうか。本当怖いけど頑張っていきましょう。できれば小さいのからやっていった方が全然やりやすいと思います。はい、これがバックサイドリップスライド、違った、フロントサイドリップスライドでした。ね、なかなかね、まあ、しっかりとコーピングの上に立ち出すんで、怖いところもあるし、で、しっかりとスイッチのインターフェーキーだったり、ガムチョップとか練習しておかないと、降りるときにちょっと迷いが出たりします。ね、インターフェーキーって本当にランプやってるともうすごい、首が痛い。すごいね、頻度、もう、むしろ体勢を整えるためとかにもやるぐらいもう基本の基本なんでね、そういう意味では慣れてるんですけど、スイッチのインターフェーキーって言うほどやらないんで、ガムチョップはねすごいやっていく回数は増えてくると思うんですけど、でもやっぱりね、まあ、数こなしてない方になってくると思うんですよね、スイッチのインターフェーキーから降りるっていうのは。だからちょっと最初は怖いかなと思うんですけど、回数こなしてしっかりとものにしていくとすごい武器になると思います。本当安定してる人とかね、リップスライドからスミスとか変えたりね、いやすごいね、本当自分もその域目指して練習していこうと思います。次回ね、あんまり考えてないんですけどね、テールスライドかスミスか、はたまたオーリー、フロントサイドオーリー、徐々に飛んでいこうか悩むんですよねフロントサイドオーリーもねすごい好きなんですけど、まあ、それでアホみたいな無駄な骨折したのもあるんですけど、今ね着このちょっと見えるかな、このミニが真ん中にあるんですよね。でフロントサイドオーリーを横に飛ぶフロントサイドオーリーをした時はちょうどいいんですよ。これまたぐ感じでフロントサイドオーリーで、この R の右側からスタートしたら今度左側に入る感じになるんでいいんですけど、180まっすぐ、もうまっすぐ180するやつ、横に飛ばないやつをやると気持ちよく着地した後に突然このミニに飛び込んだりするんでね、なんとなく最近ビビってますねまあでもね、そういうもともと好きだったんで、しっかり取り戻すためにもハウトゥーできるように頑張っていこうと思います。すごい汗が出てますこれでね。じゃあね、次回はそういう感じなんですけど、昨日やった
もしかしたらできるかもって思ってやった、インワードヒール、それの副産物がありましたって言ってバックサイドヒールしたんですけど、まさかなさらなる副産物が生まれました。まあもともとこれはでもねできたとか言えないね、バリアルヒールがね、もしかしてって思ってやったら何回か乗れました。ちょっとだからね、やっぱもしかしたらヒールのコツを掴んできてるのかなと思います。 1,2 回やってみましょうかできて乗ったらそのままお疲れ様でいきましょう。よし、これで勘弁してもらおうね。副産物とか言ってね、何回挑戦したの、3、40回中挑戦して、ああよし、もっと練習しますまあでもね、できる人からしたら信じられないぐらい下手くそなんですけど、ちょっと自分の中では何かをつかみかけてる感じは勝手にしてますじゃあね、これからもいろいろ動画アップしていくんで、ぜひチャンネル登録お願いします。でこんなね、副産物とか言って偉そうなこと言ってこんなことも多々あるんですけど、ね、ぜひよろしくお願いします。これからもお願いします。で最後まで見ていただきありがとうございます。で本題のね、フロントサイドリップスライド、これに関してとかね、他のことでも何でもいいんで、コメントがあればぜひコメントお願いします。で最後まで見ていただきありがとうございます。最後にいいねボタンお願いします。このね、汗だくのね、おっさんにね、一つのいいねをお願いします。じゃあ次回のビデオで会いましょう。バイバイ。